세요. 女性自身 K スターラバーズ、編集も1年目、韓流も1年目、女性自身編集部の大栗翔太郎です、今回はですね、3年ぶりにオリジナルアルバム、アゲインをリリースされた、リュ・シオンさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。3年ぶりのオリジナルアルバムということで、お誕生日にリリースされるとのことなんですが、はい、どのような思いを込めましたでしょうか。예어개인적인좀시간들을이제보내고뭐항상일본활동이이제11년째인데팬들도항상응원해주시고또많이좋은얘기도많이해주시고그래서뭐어쨌든1년에한번씩앨범싱글을냈었는데잠시좀시간을가졌다가이제다시또일본팬들하고또좋은시간들을만들어야될것같아서예올해가을에앨범을내게됐고이왕가을에내는거아그러면항상생일에맞춰서뭘많이했었거든요이벤트를그래서이번에는앨범을그러면생일날발매를하면어떨까예이렇게돼서발매하게됐습니다次はですね、活動についてなんですけれども、女性自身にこうやって戻ってきていただくのがですね、実に3年半ぶりなんですよ。で、韓国でもですね、まあ、新番組が始まったりなどしてですね、はい、まさにアゲインというような状況だと思うんですけれども、ここに至るまでにどのような心境でしたか。女性自身に3年半になってくんよ。예、늘데뷔때부터女性自身하고계속이렇게인터뷰도하고인연이됐었던것같은데벌써3년반이지났네요근데어쨌든제가일본활동을쉰지가일본활동뿐만아니라한국활동을좀한3년정도쉬면서그러게모르겠어요지금이제한국도새롭게 MC 를맡아서스타트를했고방송시작했고일본도이제앨범녹음하고이제콘서트준비로지금요즘정신없이날들을보내고있는데뭐개인적인개정그제개인사에좀아픔도있었고예그래서보통그3년이란시간동안좀뭐생각도좀많이하고뒤도돌아보고그연예계활동에대한생각도좀해보고그다음에뭐저자신을좀돌아보는그런시간을보냈던것같아요거의집에서예혼자시간을좀많이보냈던것같고그렇게이제시간이지나고어느정도이제조금정리가되고나서어쨌든제가뭐또제팬들도기다리고있고또저의활동도제가21년째지금연예계활동을하고있는데일본은11년됐고그래서이제는또열심히또좋은모습을보여드리는게또팬들에대한약속이고도의라고생각을해서고민을하다가이제활동을시작하게됐고요그래서지금이제한국은 MC 랑스타트를했고올해는그더레이서라는프로에좀집중을해서그방송이좀성공할수있도록열심히할생각이고또일본도오랜만에앨범을냈으니까이제오랜만에우리팬들하고즐거운음악을좀들려드리고또콘서트도열심히준비해서올해2015년마지막은해피하게웃으면서팬들과함께할수있었으면좋겠습니다앨범이나 MC 나도아라타나토리쿠미向かって준비를されたと思うんですが、その間の心の支えみたいなものありましたか。두가지가있는데요한가지는이제한국도그렇고일본도그렇고아무래도항상그래도믿고응원해주는팬들이있었기때문에제가또힘도내고용기를낼수있었던부분이있었던것같고또한부분은아무래도이제뭐요즘저한테는뭐전부인제딸우리딸아이를보면서힘을냈고예우리딸아이를위해서라도제가더좋은모습을좀보여줘야될것같다라는생각에예많이정신적으로마음적으로위안이되고힘이됐죠팬들과딸과